どうも、皆さん、こんにちは。プロトレーラーのショータです。えっ、ー、と、BCHSVBTC で、えっ、ー、と、まあ、利益獲得したんで、まあ、その、えー、トレードですね、えー、を、まあ、振り返っていきたいなと思います。まあ、どういう戦略で、えー、エントリーして、どういう戦略で利益確定したのかというね、まあ、その解説していきたいと思いますで、えっ、ー、と、この場面ですね、ここの。 こちらは5分足表示してるんですけども、えっとですね、まず、えっと、ここの形見てほしいんですけど、これ、もうね、勘のいい方だ,方だったらお気づきだと思うんですけど、要するに、まあ、ウォルフ波動がね、まあ、これできてるんですね。まず1点目、ここ。で、2点目、ここ。で、3点目、ここ。4点目が、ここ。ね5点目が、ここっていうことですね。で、まあ、実際にライン、それぞれ引いていくと、 まずここで、えー、135ラインですね。135ライン。このように引けますと。で、次に、えー、24ラインですね。24ラインがこのように引けると。で、えー、肝心な14ラインが、えー、このように引けます。で、えっ、ー、と <laughs>、ま,まずですね、戦略としてはこの24ライン。 この24ラインを、ええー、まあ、ここでブレイクしてきてですね。ここで、まあ、ブレイクして、一旦押しかけて、で、えー、次のこの要線ですね。この要線が確定したところで、まず買いエントリーしたということですね。ここで買いエントリーして、で、決済、えー、利益確定したポイントが、まあ、この14ラインですね。この14ラインに、 え、まあタッチ、えー、仕掛けてきたこのタイミングですね。ここで、ドンピシャで利益確定したってことですね。なので、ここからここまでを取ったということです。はい。で、えー、まあこういう感じで、あの、ウォルフ稼働はですね、えー、まあ FX だろうが仮想通貨だろうが、株式投資だろうが、えー、でもね、えー、使える手法なので、 というか、まあ、これはウォルフ波動というか、まあ、どの手法に関してもですね、えー、基本的にはその、まあ、相場の本質、いわゆるまあチャートの本質っていうのは、まあ、全て共通しているので、まあ、全てにおいて使えるということです。なので、の FX で学んできたノウハウっていうのは仮想通貨でも十分活かすことができるんで、えー、それはですね、まあ、あのご安心いただけたらなと思うんですけど、 はい。で、最後に重要なお知らせがあるんですけども、えー、投資の超初心者がですね、少、えー、資金から最短最速で、えー、自由なお金持ちの上昇トレーダーを、えー、目指すための、えー、極意マニュアルというものをですね、えー、今現在、えー、僕の LINE アットの、えー、友達登録者にだけ、えー、特別にお渡ししております。 でこちらは、ね、非常にご好評いただいているマニュアルになりますので、あのぜひ皆さんにもです、ね、受け取っていただけたらと思いますで、えーと。このマニュアルを受け取りたいという方はです、ねえー、この動画の下の説明欄に僕の LINE アットのリンクを載っけているので、そちらから、えー、僕の LINE アットを友達登録していただき、そして、えー、マニュアル希望とメッセージをください。 え、え、極意マニュアル希望でも、マニュアル希望でも、どっちでもいいので、とりあえず、えー、マニュアルが欲しいという、え、思いをですね、僕の LINE アットにメッセージください。はい。そしたら、えー、この、えー、投資の超初心者が、少資金から最短最速で、えー、自由なお金持ちの上昇トレーダーを目指す、目指すための極意マニュアルをですね、えー、プレゼントいたしますので、あの、ぜひね、あの、今後の、 え、投資生活に、え、お役立っていただけたらなと思います。というわけで今回の動画がためになりましたら、動画の高評価、そして YouTube のチャンネル登録などもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。アップルトレーダーの翔太でした。失礼いたします。